秩父神社のお世辞はですね、裏手の方にぐるっとある形ですね。まずは、天照総神様をお参りしていきですね、どうぞ行きたいと思います。もうぐるっと回っていくところが全部そうですね。ここは天皇様が植樹した木ですね。でおみこしがさらにこちらにあって、こちらがおみこしですね。ちょっと暗がりですけど、おみこしがあります。はい、お拙者がいくつもありますけれども、多分自分の近くにある神社が一つぐらいはあると思います。こういう大きな神社は全てお拙者の中に一つは多分自分のお参りしている神社がね、昔からお参りしている神社が一個あるはずなんですよね。まあ、たまにない場合もありますけど、それはちょっとすいませんって感じですけど、なかったら。吉備津彦いますからね、だいぶ遠いところになりますね。お拙者グリーンってで、こちらは特にはおみこしは置いてないです、ね。こちらはですね、豊受御神を、お祭りしているお拙者ですね。左右に、天照総神と豊受御神を、お拙者を作って、でずっと壁面というね、背面にお拙者がずっと並んでるっていう形ですね。なので、こちらもお参りしていきましょうと。やなくていいのあれ。